日本美術を代表する傑作として名高い俵屋宗達筆「風神雷神図屏風」。その繊細な風合い、質感まで再現した高精細複製品が完成しました。世界最高峰のカメラ技術、画像処理技術、プリント技術に日本の伝統工芸の技を組み合わせてオリジナルを忠実に再現する綴りプロジェクト作品。作品の撮影は4500万画素という高解像度のミラーレスカメラを使用します。より高精細なデータを得るために自動で分割撮影、墨、岩絵の具などの色成分、金箔、銀箔などの反射、古墳の凹凸まで正確にデータを記録します。風神雷神図屏風は168コマに分割して撮影、1コマの画素数はフル HD の12倍という高解像度です。168コマは瞬時に正確に重ね合わせられ、なんと42億画素もの高精細データが作成されます。撮影した画像データはそのまま印刷しても微妙な色合いを再現できません。綴りプロジェクトではその作品のためだけに色合わせに必要な情報を一つ一つの作品ごとに抽出、オリジナルに忠実な色を表現する独自のカラーマッチングを実現しました。オリジナルとの色合わせも撮影したその場で可能になりました。高度なカラーマッチングを生かすのは高性能の大判プリンター。目で見たままの立体感、質感までも表現します。仕上げは京都の匠たちが伝統の技を加え、オリジナルに限りなく近い綴りプロジェクト作品の完成です。入力から完成まで全て最先端技術の粋を結集して制作される高精細複製品。色合い、筆使い、質感までオリジナルに限りなく近く再現された綴りプロジェクトの風神雷神図屏風をぜひ間近でご覧ください。